はい、皆さんこんにちは。全盲のバイオリニスト、そして YouTuber のアナちゃんこと穴澤雄介です。本日は木曜日、なるほど音楽の時間です。さあ、今日は楽器の練習量を格段に増やすコツ、こちらをシェアしたいと思います。これは実際私が高校生ぐらいの時に試して画期的に練習量が上がった方法でもあります、ね、いや、すごく上手になりたい、上手になりたいし、だからいっぱい練習もしたい、そういう意欲はあるんだけど、やっぱりどうも億劫だってなってしまう人多いと思うんですよ。まあ何を隠そう、私もそうでしたね。まあ高校からはですよ、一応音楽専門のね、音楽専門の学校に行ってるにもかかわらず、まあ高校1年の頃とかは完全に毎日練習することっていうのもね、できてなかったな。完全に毎日はできてなかったな、うん、練習量もね、専門で勉強しようと意思がある人に比べると、というか自分も意思があったつもりだけど、やっぱり練習量も少なかったような気がします、うん、で、まあ、そんな面倒くさがりの私、かつての私、そしてあなたもそうでしょうかね。そういう人たちが練習量を上げるね、画期的な私が実践した方法シェアしたいと思いますね。バイオリン、まあまあまあ、これ見てる方バイオリンとは限らないかもしれない、あなたがやっているその楽器、ね、どのように保管してますか。いや、それはケースにちゃんとしまってますよね、うん、はい、もちろんケースにしまいますね。私もケースにしまいます、ね、でも家にいるとき、ね、もし楽器の安全を保証できるんだとしたら、ケースに入れないでください。あるいは、まあ、私の場合はケースに入れてるんだけど、ケースのもう蓋開けて閉めない。でこれこう肩当てとかくっついてるけど、肩当ても、もうくっつけた状態で、まあまあバイオリンの場合でこの弓だけはちょっと楽器の安全上はこうやって緩めますけど、でももうそれ以上の、ね、ことはしない。私実は今でもその状態です。家にいると楽器の蓋しない。それは楽器の安全保てるところとはいえ、楽器の蓋開いてたら多少やっぱりリスクは増えますよ。楽器に何かあるリスクは、ね、だけどいいですか、ね、楽器の蓋を閉める、きれいにケースに収納する、ね、よし、練習しなきゃな、しなきゃな、しなきゃなって思った時、楽器ケースに手を伸ばすのがまず億劫じゃないですか。で、楽器ケースを開けて楽器を組み立てるのが億劫じゃないですか。違いますか。でもすぐ弾けるようにこうやってなってたらね、あ、なんかちょっとん、出かける準備結構早く済んじゃった、なんか10分の間、あ、10分だけちょっと弾こうって、こうやってすぐファーって弾けるわけです。練習できるわけです。そうするとそこで10分間の練習時間が確保できるわけです。そうやってちょこまかちょこまかすぐ楽器を持てる環境に追いやる。で、できればあなたがくつろぎの場所としているところ、例えばテレビが置いてある部屋とかにわざとそういう状態で置いてみてください。するとチラチラとこう目に入るじゃないですか。そうすると、あ、ちょっと今ちょっとだけ時間あるから弾くかってなるわけですよ。これ本当に効果ありますから絶対やってみてください。でもしこれがクリアできて、そこそこ練習もできるようになったら、ぜひね、これも私が実践したことですけど、バイオリンというか、その、まあ、楽器のね、あなたがやってる楽器のレッスンに行くとか、何か誰かに聞かせに行くとかじゃない時も、ね、よかったら楽器を背負って出かけてみてください。少し荷物になりますけど、ね、できれば、背負って出かけてみてください。そうすると、いろんな人から、バイオリン やってるんですねとかね、まあ、フルート思って歩けばフルートやってるんですねとか言われる。
そうするとまただん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 ね練習意欲が出てきますから、これ本当の話ですから、私が実践したことですからね。はい、ぜひ参考にしてみてください。いいねボタンやチャンネル登録よろしく。アナちゃんでした。